ようやく体が温まってきたぜ。先代のホカゲたちが。これが初代ホカゲ。オロチマルさん、どうやって。私を見くびりすぎよ、ミナト。またオロチマルとかいう忍びか。どういうことだ。どうやら我々はこの世に再び蘇ったよ。貴様は誰ぞ。四代目ホカゲです。ほう、四代目だな。して五代目は誰ぞ。お孫様の綱手姫ですよ。俺の掛け事まで覚えて、それをもう二代目、あなたのしてきた政策や作った術が後々厄介なことになってばかりでして、ね、確かにあまりいい術とは言えぬな。扉前よ。だからあの時黙れ。忍びの神、貫禄ね。俺は内葉サスケ、あんたたちホカゲに聞きたいことがある。ん、サスケか。イタチは内葉一族の復讐として俺が殺し、そうなったか。でかつての忍びや里の誇りを感じ取る繊細な子であった。7歳にしてまるでホカゲのような考えを持つ少年じゃった。同胞を皆抹殺し反乱をと、わしにお前を里で守ることを条件に出しての。犯罪者を監視させる名目で刑務部を牢獄と同じ場所に作り、生だら分子を助長させたのよ。まるでまだトラウマのようですね。そんなに内派が怖いと。一族と我ら千住一族は長きにわたり戦い続けた歴史がある。は敵同士だった。内派ほど愛情に深い一族はいない。だからこそ内派はそれを封印してきた。強い愛の力ってのだよ。ところがこれが厄介なの。内派の者が大きな愛の喪失や脳内に特殊なチャクラが吹き出し、それが心を映す瞳、シャリンガンと言われるものだ。マダラは弟思いの男だった。貴様の兄以上だろうぞ。気にしない。純粋でもなければ子供でもない。万華鏡シャリンガンか。兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いて、あんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから木の葉に復讐をするの。木の葉への復讐だと。ここでわしが扉だ。貫禄半端ねえ。わかった。そうチャクラを荒立てるな、兄じゃ。できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。今は戦争中です。内葉マダラが復活。これはナルトとキュービのチャクラ。そうか、やったんだな、ナルト。話は後じゃ。マダラが復活したと聞いて事の重大さが分かっておるのか。オロチマルとやら、お前何か勘違いをしておる。わしらが本来の力に近いままこの世に転生された今回、貴様ごときの江戸転生に縛られるわしではないわ。そもそもこの術を考案したのはこのわしよ、兄じゃ。どうなっては致し方ないぞ。わしは動く。俺の細胞を取り込み縛る力を上げておるのよ、扉間。お前少し勘が鈍っておる。サルトビ、かなりの忍びを育てたものだ。さて、この人は違う。私の縛りをほどき、いつでも私。